下痢になったらお湯と何を混ぜて飲めばよいとされているでしょうか。5 4 3 2 1 GO。 下痢で困った時は水で溶いた片栗粉にお湯を注いで飲めば収まります。飲みにくいと感じた場合は砂糖を少々加えると飲みやすくなります。股関節の痛みに効果があるのは次のうちどれでしょうか。5 4 3 2 1 GO。 股関節が痛くなるのはクッションの役割をしてくれている軟骨がすり減っているからです。貧乏ゆすりをすることで繊維軟骨が作られ痛みが軽減します。糖尿病に良い料理は次のうちどれでしょうか。5 4 3 2 1 GO。 かぼちゃには栄養がたくさん含まれており、糖尿病に良いと言われています。また膵臓の働きを良くしてくれる効果もあります。自律神経を整えるには太陽の光をどのくらい浴びれば良いでしょうか。5 4 3 2 1 GO。 太陽光を30分浴びることでセロトニンという精神を安定させる脳内物質が出てきます。セロトニンが出ることで自律神経が安定し気持ちが落ち着きます。外に出るのが難しい方は窓越しや蛍光灯でも同じ効果が得られます。咳が止まらないときは蜂蜜と何を漬け込んだ汁を飲むと良いでしょうか。5 4 3 2 1 GO。 咳が止まらなくて辛いときは大根をサイコロ型に切り蜂蜜に漬け込みます。そこから出てきた汁を飲めば咳や喉の痛みに効きます。